こんにちは。あなたの名前と職業は？インと申します。池袋で砂漠の月、中国の甘粛の家庭料理を作ってます。フローレンス・イスワです。マシューコーズ・バファローカフェのシェフです。西京平シェフです。日本橋ネキっていうお店をやっています。高山勇です。ナスキロというレストランオーナーですね。あなたの店の名物料理は？地元町駅の爆竹麺だと思います。ナスキロ焼きですね。表面を荒々しく焼き込んだステーキ。今は鳩のフライですかね。ムロコイです。最高の朝ごはんを作ってください。わかりました。はい、じゃあ始めます。はい、あの地元長期のサオミアンを作ります。今日マーラーカオですね。これパワードリンク。生姜の入ったフレンチトーストを作っていきます。卵液からですね作っていきます。結構僕朝ごはん担当なんですよ。家族とあんまり触れ合う時間がないので、朝食ぐらいは作ろうかなと。で、卵黄1個と全卵1個。質問です。はい。入ったの時短飯は納豆卵ご飯。納豆と入り卵みたいなご飯にぶっかけて食べるって感じです。 Some fruits, milk, juice. 甘粛のジャンスイ麺というのをあって、さっさとそうめんを茹でて、ジャンスイはもう作ってあるので冷蔵庫から出して30秒で食べられます。そうめんでジャンスイ麺で一杯食べると自分にとっては寿命は10年長引きます。ステーキ屋さんみたいなところで働いてるんで、焼き上がったところで端の方が結構残ったりするんですけど、次の日にサンドイッチとかよくやりますかね。はい、まあ、ローストビーフサンドというより。入るけどほとんど自分で引いてるね。トウモロコシからトロトロロになる。こう、質問です。はい。仕込み中に聴く音楽は？リズムのある音楽、アフリカンミュージック。 You shake your bumps or your hips。テンポの速いダンスミュージックって感じですかね。はかどります、仕込みは。中国の音楽聴いてますね。日光とか琵琶とか。20歳とかそこいらの男の子と一緒に働いてて、パチンコが大好きなんですよ。当たるとかかる音楽ノリノリで仕事してくれるんで、まあそれを聴きながらこれ皮ごと言っちゃいますけど、生姜入れるアイデアは西麻布のフランス料理店で働いてたことがあって、師匠の影響ですかね。生姜がお好きで、朝シェフが機嫌悪いんで生姜思いっきり入れといて目覚ましてやろうかなと思ってました。神社です。今ココナッツオイルですね。ココナッツオイルでやると結構香りがエスニックな感じになっていいです。とこれは、米粉、グルテンフリーな感じで。 Yesterday morning、 何を食べた？麺です。さっきの納豆卵ご飯ですね。 Small cake, peppermint tea, special drink like almost これ。すごい二日酔いだったのでトマトジュース。麺を薄く伸ばせて長く細く切られるっていうのは一つの大事な作業みたいな。誰かの家の娘が嫁に行ける自慢できることだよ。2000年生まれのここからは分かりません。これちょっと前日で硬くなったパンなんですけど、でなんか早く染み込ませた方はこういう風に切れ目入れとくといいと思います。あ、まあなんかレストランで働いてたんで一番余ってるというか。それドレッシングに加える秘密の隠し味は？柑橘の皮、オレンジ、レモン、ネギとニンニクです。魚醤、鮎の魚醤とか今あるんですけど、で、ワンカーブ早く。この砂糖はすごくたくさん入る、効かないの。さよなら。そば職人で切るときにあの板が置いてるよね。あれが不思議です。なんであの、なんであの板が必要かなと思う。厚揚げです。あの厚揚げはこの揚げの外側の部分だけ使いたいです。はい。とっておきの二日酔いの直し方は？
あんまり二日酔いはしないけど、一度したことある。その時味噌汁飲んだ。粒のあのスナックのラムネ、君食べます。蜂蜜と黒酢の溶かした水。冷たいシャワー。サウナ行くか、冷水のシャワーか。流しちゃいます。ナッツはアーモンドとピスタチオ。で最後、カカオニブ。冷蔵庫の中に必ず入っているものを3つ挙げてください。ウォーター、ミルク、ジュース。アサヒの糖質ゼロとゆで卵と納豆。お豆腐、お魚の切り身、おネギ。トマトとかナスとかジャガイモは必ず、もうなくなる前から買いちゃいます。これは実は店で常に煮豚を作ってるタレなんですよ。もう美味しい。もう美味しい。キウイと甘酒のスムージーです。甘酒、はい、いいですね。豆乳ですか？豆乳です。緻密はなんか適当です。おお。秋の味覚を楽しむためのつまみと酒の組み合わせ。秋のつまみって何だろうね。耳がと豚の肩ロースをそのチャーシューみたいにニンニク、ラー油で食べるの最高です。それは永遠に食べれるです。まあ、秋になってくるとこうキノコが出てくるんで、季節のお魚、季節の野菜全部湯にして、何ですかね、冷やおろしとか出てくるのかな。湯にこう無駄な味付けがないので素材の味わえるかなっていう。ああ、ケニア大好き。ケニアケインとか持ってこのまま入れたら大変なことになるね。こう、This is good。 行きつけの店を作るコツで、歩きながらお友達とここの店がいいかなって入ってみると、お友達とか常連さんと一緒に行くことですかね。でその後にその常連さんよりも行くこと。美味しいって思ったら伝える。好きだったらもう短時間でよく行くことって、それで顔を覚えてもらうこと。甘粛っていうのは冬が長いよね。どっちかっていうとネギだな。2種類こんな感じかな。完成です。完成です。あ、ヨーグルトよし。気分屋なもんですから、料理の仕上がりにすごい差が出るんですよ。なのでそういう時はね、卵料理をやるといいよって言われたことがあって、卵料理って本当心が落ち着いてないとなんかちゃんとしたものができないんですよ。そしたら焼き上がったのでメープルシロップなんかを添えて出来上がりです。はい、はい、できました。私の最高の朝食は生姜のがっつり効いたフレンチトーストです。私の最高の朝食は地元町駅のそうめんです。私の最高の朝食は自家製マーラーカオとキウイと甘酒のスムージーです。私の最高のベストドリンクインのモーニング、ウジです。いただきます。いただきます。いただきます。スプーンで使ってもいいけど、こう飲んでもいいよ。美味しいです。おー、ふわふわ。自分の料理を褒めるのあんまり好きじゃないですけど、仕入れとかマジやべえな。ちょっと熱いしね、ちょっとこの薬味とちょっと混ぜたいじゃないですか。幸せ。満足。最近食べたもの写真持ってきてないんですけど、説明してもいいかな。ヤギのステーキ、ポテトスとカンパのそのもどこい、それもトウモロコシなんですけど、トウモロコシは皮を剥いて豆とお肉とか一緒にブレンドを作って食べるわけ。高3の息子とに焼肉を食べに行って、
って龍園っていう焼肉屋さんですね。2人で17人前食べたんですよね。根津の吉坊林っていう蕎麦屋さん、蕎麦と天丼のセット、白菜とくず切りの炒めです。黒酢炒めです。秋になってきて白菜美味しくなってきたよね。誰にも教えたくない最高の手土産は、お兄ちゃんの娘孫ができててね、もう6歳ぐらいの子がいて、その子は味のりとチョコレート大好きなんです。いろんな種類のチョコレートを持っていきますね。アクセサリー like what I have I can make 作ったものを人にあげたいベスト。浅草のかっぱ橋の近くに数字で468って書いてヨーロッパってお店なんですけど、そのヨーロッパさんのアナゴの棒寿司ですかね。みんな結構知ってると思うんですけど、千葉屋の大学芋、なんか差し入れとか持っていく時とかはそれが多いですね。アサンテニメクニョウジニメシバカビサ、ごちそうさまでした。動かさないように両方でいきます。